ポーツクラブイタコよさこい連と申します。私たちのチームはよさこい踊るのにはちょっと年齢が高いチームになっておりますけれども、健康に楽しくをモットーにそれなりによさこいを楽しんで踊っております。今年は本当に震災や大きな事故があり心を痛めることが多いんですけれども、こうして皆さんと一緒によさこいを踊れること、そして何気ない日常の生活がどんなに幸せなのかなと改めて感じております。今回震災で命を亡くされた方や大切な方を亡くされた方、また被災をしているたくさんの皆様に心を思いを寄せて、今日の節分の日に全ての皆様が健康で幸せに過ごせますように願いを込めて頑張って踊りたいと思いますので、ご声援よろしくお願いいたします。Sweet.